ケー、どうぞ。はい、すごいね、あのウィンカーの音まで精密に入るんだねウィンカーの音までさ、拾うんだね。ああ、入るね。うん、雨降ってきたらね、うん、雨の音も入るよ。ああ、やっぱりなんか聞こえるもん。結構感度いいんだね、このマイクね。いやー、こりゃ便利でいいわ。そっちさ、俺の声とか普通に聞こえる？あ、普通に聞こえるよ。途切れないで聞こえてる？今んとこ途切れてないね。あ、ほんと？うん。俺の方ダメかい？俺んとこね、結構ね、途切れてるね。あー、俺のスマホが悪いんじゃないかい？なんか俺の電話が悪いのかな？いやー、俺の方だと思うな。だってほら、Bluetooth つなげてない状態でさ、普通に電話することあるじゃん。うん。あの時でもやっぱり途切れるでしょ。そうだね。うん。だいやー、俺の方のスマホが良くないんじゃないかなと思うけど。なんだろうこれ。これ。うん。なんだかよくわかんないね。ね。うん。AU だとあんま良くないのか。相性が悪いのかね。ね。ああ、そっかそっか、あれだもんね、 AU 使ってるんだったもんね。そう、ああ、俺はドコモだからね。またこれがドコモ同士だと違うのかな。そう、これ分かんないけどね、その多分会社が違うから、うん、あんまりあんまり相性が良くないのか。良くないのかね。ライバル会社だから。いやー、そんな差はつけないでもらいたいんだけどね。ね、やっぱもうそうやね。そんな関係ないじゃん。どこ使ったっていいんだからさ。大人の事情ってやつですかね。結構私の声途切れてるかい？ん？結構俺の声途切れてるかい？ああ、もうバッタ来てるよ。ああ、そう。ああ。うん。なんか、スピード上げるとひどい。あ、今届いてないのかな？さっきの会話は。うん、届いてなかった。うん、あ、いや、これスピード上げると途切れやすいとかあるかい？いや、変わんないね。変わんない。うん。やっぱ回線の相性なのかな。ね。だってこんな近い距離で会話してるのに、なんで途切れるかな。まあ近くてもあれだよね。うん。電波自体は、あの、基地のあれかい？基地のとこに飛んで、こっち、回してるから。そうだね。それの、相性が悪いのかね。いや、これ道路乾いてるよ、この辺は。ん？全然これ雨降ってないよ、これ。道路乾いてるもん。さっきあんなに雨降ってたのにさ。全然乾いてる。道路が。本当はね、
てないわ。ね。うん。極部的に来るだけ。ね。うん。やっぱそうだよ。ゲリラ豪雨なんだよ。ああ。まあちょっと弱々しい雨だけど。しかし車通らんね、これ。でしょう。この時間はあんまり通らないよ。こっち？こっちいいの？これ。ああ、そっちでもいいよ。俺はこの時間だと漁港突っ込んじゃうけど。どっちからでも出るとこ一緒だから。あ？どっち行っても出るとこ同じだからさ。ああ、ほんと。うん。夜だよね。夜だったら、ここの突っ込んで。うん。漁港突っ込んだ方が早いけどね。ああ。道がまっすぐだからね。いやでもここはまた濡れてるな。ああ、ね。ここは雨降ってる。
然通らんと思ったけど。やっと1台目だよ。そうだね。おかしいな。やっぱ連休だからかな。やっちゃいますか。いやでもそれね、やりたくなくてもやっちゃうから。